買って帰ろうかな。ママリンの思い出の地です。ロレアルね、ママリンがスタジオをしていたロレアルです。Thank you.
見えます、あの向こう側のパイプすごいでしょ。あれね、パイプオルガンのパイプなんです。私はね、あのパリのショコラではここが一番好きかな。これ単に髪の毛言ってて笑えるよね。パイプオルガンのパイプを壁面装飾に使ってるんですね。素晴らしいですよねって言って、このショーンインドーの人が日本の昔のオカメとひょっとこみたいな、オカメさんみたいな、髪の毛言ってる日本人みたいな、ちょっと面白い感じでいいですね。本当に日本好きが多いよね。パトリック・ロジエ、私の好きなショコラティエです。2階がギャラリーになってます。のような素晴らしい空間がギャラリーになってますよ。カカオの実かな。写真があって、この窓のね、模様も素敵なんですよ。ほら、素敵でしょう。これがね、パイプオルガンなんですよ。素晴らしいよね。私パイプオルガン大好きですよ。やっぱりね、この人はね、芸術家なんですよね。アーティスト。から見える景色はこんな感じで、いやー素晴らしい空間ですよね。
マドレーヌ寺院がここで、こうして、ここがイケアになっている。イケアはね、夜の8時までやってますんで、仕事帰りでも行きやすいですね。マドレーヌのイケア。前に来た時の記憶では、奥が食べ物。この奥が食べ物だったと思うんですけどね、変わってなければ、レストランの奥にあります。キュージーヌの向こう側にあるはずなんだけど、だったあったあった。やっぱりこの奥だった。奥っていうか右側入って、こう右側、右奥って感じかな。定番の、私はホットドッグを買おうかなって。あ、そうだ、ここで買うんだった。ここで買うんですけど、アイスクリームも欲しかったんだよね。ないな。これは飲み物。これデセール。グラスバニーユしかないんだ。じゃあこれでいいか。安いね。IKEA のカード。あ、これが面倒だね。これいいやね。他に頼みませんかって出てくるね。エスプレッソはあってもいいか。で、エルミニクス。で、カルトペイ、ペマン。で、支払って終わりです。すると、こういう風に出てくるんで、これを受け取って、持っていきます。レジに。あ、それであそこに出てくるのかな？出てくるの待てばいいのかな？こんな風になってます。下で食べてもいいし、上で食べてもいいし。7番。これは並びすぎでしょう。マリアージュフレールがあった。アイスクリーム。マリアージュフレール、ここにあるとは。ここにマリアージュフレールがあるなら、また来た時、マドレーヌ寺院の周りは何でもあるわけね。何の店なんでしょうかね。この大きな植木もいいし、こっちの鳥かごのね、あの椅子、ソファーというか椅子、私鳥かごが好きなんで、これも面白いなと思って。素敵ですよね、こんな椅子が置いてあったら。鳥かごの椅子ですよ。ソファー、この電気もいいね。すごく面白い。この電気もおしゃれだし、このテーブルもいいし、この鳥かごのなんつってもソファーが、これが素晴らしくいいわ。ここのね、お店は入り口のこの植木も素晴らしい。これ何のお店なんですかね。何なんですか、ここは。シャンブル？あ、ホテルなの、ここ。ホテルとはね、びっくり。ホテルだったんですよね。前からこの植木いいなと思ってたの。
今日買ってきたケーキはね、イスパハン、イスパアンなのかね、英字で。中にね、ライチがたっぷり入ってて、フランボワーズと、そしてこのアーモンドが入ったような生地ね、全体のバランスが良くてとても美味しいですね。フレッシュなライチがとっても美味しい。これはね、ミロの、マグカップでね、コーヒーカップ、ジョアンミロっているでしょ、ミロ店に行った時に買ってきたやつなんですよ。そしたらこのメーカーのお店がマドレーヌ寺院のすぐそばにありました。一世三宅と同じ敷地内に。いやー、これすごく気に入って使ってるカップなんでね、このお店があったんで嬉しかったですね。